うわすごい、久しぶり、ひさまるありがとう、なさんありがとうございます、こんばんは。今日は水曜日、週の真ん中の日ですね。ね、週の真ん中の日です。で、そう、明日はそうメラメラ応援に行くね、ありがとう。明日はメラメラ NMB に出演させていただきます。8期のね、あの回なんですよ。ゆりぱん、みーちゃん、かっちゃん、ありがとう。ピコマルよしけん、ありがとう。8期のメラメラに私バチバチに、まだ一回もバチバチの方にはね出たことないんですよ、まだ一回も。メラメラは確か3回目な気がします、確かね。コウスケさんありがとう。そうですね、キーさんありがとう。そう、明日楽しみ、8期の回、前も8期の回に読んでもらえたので嬉しい。そう、わ、おといたち見たよって、ありがとう。私初おといたちさんでした。昨日の深夜に放送されてたんですけどね、見てもらえましたか。最近公演もたくさん出てて嬉しいよ、やった、ありがとう。皆さんと会える機会が多くて私も嬉しいです、多くなってね。あたいたちはまだ見れてないけど録画すっごい楽しみ、楽しみ見てね、見て見て。大阪に住んでたら平日いつでも行ける、確かに。他のさ関西住みとか大阪住みじゃなかったら結構厳しいですよね、劇場。翼さんありがとう。そう、愛知県から仕事終わりは間に合わない、確か愛知か名古屋か、結構新幹線とかいる、あっという間に2月もう終わり、確かに早い。テレビは緊張した、けど始まる前はちょこっと緊張してたんですけど楽しいの方が勝ちました。またぎ出演は違うみさんが見られて楽しい、嬉しい。そう、この間 M のサイン公演に出演させていただきました。公演は次7日です、けど N シップは3月1日にもございますので皆さんぜひぜひ。さあ、こんばんは。確かに TVer で見れないのか、だから他の地域はってことか、なるほどね。大阪関西住みのお友達に取っといてってできないのかな。リーダーマルありがとう。 M のピンク衣装ほんまに可愛かった、嬉しい。けど私もあれ着てめっちゃテンション上がりました、可愛すぎて、可愛い、めっちゃ可愛いし、あのユニットのサンバイザー、黄色のサンバイザーもめっちゃ可愛かったし、あの途中の後半曲のあのね、後半曲のあの衣装のオレンジを初めて着てめっちゃ可愛かった。で最後のアンコールの曲はあの B2 の時の後半曲に着てたやつのピンク色でめっちゃなんかうわ懐かしいってなりましたね。
セレクションって平日の放課後とかの時間にあるの？私の時はそうでしたね、夕方頃だった気がしますけど、次がそうまた同じようになるかはまだわからないっていうのはちょっと知っといてもらえたらなって感じ。私の時はそうでした。はい、オーディションの自由記載のとこ400字なんだけど足りない。あーなるほどね、制限が、文字制限があるんですね。けど伝えたいこと多かったらそうなっちゃいますよね。わかる？400字か。私は体育のレポートの400字は困ったんですけど、確かにその400字、あの志望動機の400字はね、スラスラね書けちゃうもんね。確かに。けどいい悩みです。どっかけど削るって言っても削っとこなかったら難しい問題ですよね。明日でそうですね、10期生の応募締め切りです。そう、私はショールームなんか任意だったんですけど、ショールーム配信オーディション期間中になんかあったじゃないですか、ショールーム審査みたいな、あれもやってたから、だから今これで見てくださってる人とはアイドルのオーディション期間中から見てくださってる人もいっぱい、ね、中におられてすごい感慨深いです。確かに逆に400字じゃ足りないって書いてあった方が熱意感じるかも。そうそうそう、あの最後頑張りたいと思いで消えちゃったら、あ、この子400字足りなかったんだなってなるのもまた一つ、それも個性ですしね。知り合いが今回オーディション受けるとかありそう？わかんない、聞いてないです。オーディションこれもうこれで最後って言ってたから、また会えて本当に嬉しかった、ありがとう。そう、今もこうやって応援してくださってる方がいるので嬉しい。そうですよ、今もずっと、あ、そう、合格して一発目にショールームをした時にお帰りっていただけたのがすごい嬉しかったですね。大阪在住じゃないんですけど、みんなセレクション通ってたんですか？通ってましたね。最終はもう通ってたかな、みんな。そうかな。確かにその期間は他の地域に住んでた子はなんか多分どっかホテルとかがだったのかな。私は大阪に住んでたから家帰ってたんですけど家帰ってたんですけどってか、なんかすいません。そうかな。迷いますよね、オーディション。あっという間でしたね。意外とオーディション期間って長いようで短いんですよね。短い。こんばんは。ハートありがとう。今日私は最終セレクションの時にあやぴょんと他にもう2人いたんですけど、一緒にダンススタジオみたいなレッスン場みたいなのをみんなで借りてなんか踊った思い出があります。その写真もありますよ。出さないんですけど出さないんですけど、
そう、だから一番オーディション期間中に誰と一緒にいたっていうか誰と進行あったって言ったらあやぴょんかもしれない。あやぴょんかな。そう、実費ですよけどそんそこね、そうそう、もう多分絶対世には出ないかもしれないんですけどそう、写真となんかね一緒に踊ってる動画、その課題曲を最終の審査の曲のあの課題曲を踊ってる動画があったよ、撮ったような気がします。マジで受かりたいです、頑張って、大丈夫だよ、ね、そうそんな感じね、すね、そうだな、そうだね、あ確かにあやぴょん、あやぴょんだ、あやぴょんいました、一緒に。けどね受かってからね気づいたこともあって、なんかなんだっけな、なんかほのとも一緒に写真撮ってました。そういえばそれ受かってから気づいたんですよ、そういえば写真撮ったね。最初に話しかけに来てくれてて、そう なんかだいぶ前初期ぐらいの頃にこの話をした気がします。ほのがインコ飼ってる方ですかって言ってくれて、そう、もうすぐ3月とかね、早いですよね。けど私なんか2月、なんだろう、2月めっちゃ長く感じたんですよ。予定がたくさんあったからなのかわかんないんですけど、2月がとっても長く感じたというか、2月にいろんなことをできたからすごい充実した月だったなって思いました。なんかもう毎月毎月もう過ぎ去るようにわあ、もう何月って感じだったんですけど、2月はちゃんと2月を感じれましたハートありがとう。そうね、けどこっからまた3月とか4月とか、もう4月とかさ、4月5月とか秒ですよね絶対ね、秒、絶対秒ですよ。そう、しかも私今高3なんですけどね、もうその高3も早いもので終わってしまうという、早いですよね。今日私南部にいなかったですよ今日私はあのそう、顔を見ていただければちょっと分かるんですけど、顔薄いじゃないですか、まあいつもかもしれないですけど、今日は学校に行ってたのでいなかったですそう、早いものでだからわ15分経ったこれだけ話して終わりますね。私がこのグループに加入して、それが高校1年生のまあ1月1日だったんで、高校1年生のまあ3学期みたいな感じだったんですけど、けどオーディション期間はまあ2学期の半ばぐらいからあったから、ほぼ高校生イコールあの NMB に入ったみたいな感じなんです。だからこの高校3年間ってイコール全部の NMB の活動3年間と言っても過言ではないっていうか、私の中ではそんな感じなんですよ。なんかそう思ったら、ここも卒業でそのこの活動をやり始めてもう3年とかなるんかと思ったら、すごいやっぱあっという間ですね本当に。だ高校生っていうのがすごい、あれもう終わりみたいな、高校だって自己紹介で高校生って言えないんですよ。
ね、高校なんだっけ、はい、だだだだだだだ、アミ福岡やだね、一目中が福のアミ、ありがとうございます。大阪出身、高校なん、高校3年生って言えないんですよ、やだやだ。次からは18歳、え、大阪出身18歳、アミこと福のアミです。寂しい、そういうもん。まあけど私はだってその卒業っていうものはあると思うんですけど、4月までは全然高校生じゃないですか。4月まではしっかりと言わせていただこうと思ってるので、高校っていうワードをね、そんな感じですよ。じゃあランキングを読みますね。15分って早いんですね、めっちゃ早い。いきます。13位翼さん、ありがとう。12位ラリマル、ありがとう。11位 ルキーさん、ありがとう。10位ゆりぱん、ありがとう。9位みーちゃん、ありがとう。8位かわらけさん、ありがとう。7位リダマル、ありがとう。6位タクポン、ありがとう。5位ヨシケン、ありがとう。4位ひさまる、ありがとう。3位コウスケさん、ありがとう。2位ツヤポン、ありがとう。そして1位はピコマルです、ありがとう。みんなありがとうございました。で今から場所をちょっと転換させて、移動させて、あのルームス、アミとアミーゴというルームスの方でお配信をねさせていただきますので、もしアミーゴだよという方はこのままご移動してくださいちょっとアミーゴになりたいかもという方はぜひぜひぜひ来てください、お願いします。じゃあね、すぐ移動しますね、バイバイ。ありがとう皆さん、皆さん頑張って頑張ってね、バイバイ。